はい、カレーマニアユッキーです。今回食べる、レトルトカレーは、欧風カレーです。こちらは、ローソンストア100で売ってました。中辛ですね。中辛、辛口が売ってませんでした。はい。ということで、こちらは、販売者は SB 食品株式会社となっておりまして、製造者が、株式会社アーデンという、製造者は全く知りませんね。うん、ということは実質知らない会社が作ってるということになります。まあ、あくまで販売者は SB 食品という、まあ、有名な会社ですけど、あくまでこれは販売してるだけですからね。欧風カレー。ということで、牛肉の旨味とソテードオニオンの深いコクの欧風ビーフカレーです。こちら 180g 入りで108円です。それでは早速食べていきたいと思います。いただきます。あ、うまっ。これうまい。うん。ちょっと、これ辛口だったらめちゃうまかったな、これ。辛口言ってなかったけど。しっかりビーフ感があって、リーの辛さ20倍の、辛くないバージョンみたいな。ぐらい結構、しっかりビーフ感あるね。うん。うん。これはビーフカレーだ。うん、美味しい。うん。しっかり。ビーフビーフしてるわ。うまっ。これはうまい。これ辛口だったら本当に美味しかったんだろうな。これ辛口だったらもしかしたら五つ星言ってたかも。欧風カレーでググります。と出てくるのは大体、レストランとかイタリアンレストラン的な？イタリアンか知らないけど。うん。なんかシャレオツな店のカレーしか出てきませんね。うん。一切出てこないね。そりゃそうか。大体レストランのあれだ。いやでもこれは、うん。これレベル高いっすよ。うん。欧風カレーで画像検索しても、まあ出てこないですね。うん。いや、うん。でもこれはうまいわ。うん。108円で欧風カレー、はぁ？笑けるんだけど、みたいな。言うやついるけど。いや、これはレベル高い。うん。これはレベル高い。うん、しかも、無名メーカーの、やつなの。あ、ありました、ありました。ローソンストア100の、サイトに、ありましたね。欧風カレー。ソテードオニオンの旨味とコクが効いたカレーです。
バナナを隠し味に奥深、奥行きのある味に仕上げてします。あ、これ文字間違ってるな、これ。仕上げてしますになってる。仕上げてします。仕上げていますじゃなくて、しますになってる。笑った。あ、でもこれうめえわ。ただ残念なことに、グラム数的にあんまり入ってないね。180グラムしか入ってないから。ちょっとあれやな。ちょっと残念やな。うん。あ、うまいな、これ。ほんとに。これはうまい。基本的にさ、ビーフカレーって、辛いもんなんだよね。なんだけど、やっぱこの辛さが、ないと、やっぱあれだよね。甘口だとあんまり、これ辛口にするべきだな。あんま美味しくない。うん。もうちょっと辛口があればいいんだけど、これ中辛しかないみたいですね。うん。どうやらローソンストアの、この欧風カレーは、どうやら中辛しかないようです。うん。残念だね。うまっ。これ辛口だったらめっちゃうまいわ。うん。間違いない。これは、辛口だったらこれ5つ星つけてるレベル。ということで4つ星でーす。ご視聴ありがとうございました。